配信ナイト。この番組は日本写真映像専門学校阪神タイガースの提供でお送りします。どうもアインシュタイン河合です。アインシュタインの稲田です。モーニング娘。24の牧野まりあです。 ABC プロデューサーの常若五郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アインシュタイン配信ナイト、この番組は現代の若者のちょっとした悩みを他の人よりもちょっと過酷な灰色の青春時代配信を経験してきたメンバーたちでズバッと解決する番組でございます、うん、はい。日付変わって今日は3月12日でございますけれども、うん、はい、今日は財布の日なんですって。312で財布で、財布の日なんですが、はい、今週金曜日が3月15日なんと一粒万倍日、そして天赦日、天赦日、そして虎の日、これが重なって開運日の中でも最強の開運日、すごい。これ皆さん財布どうですか、この最強の日に財布変えたりとか、うん、みたいなことをされる方も結構いらっしゃるんですけど、財布ってどれぐらいの周期で変えてます？でも私二十歳の時にばあちゃんが買ってくれた財布をずっと使ってます、うん、まだ3年ぐらいですかね、今。どうですか、どれくらいやろう、どれくらいかな。ずっと、まあ、今財布あんまり使わないじゃないですか、はい、確かに。前買ってから、まあ、ほとんど傷んでもないんで、ずっとカバンに長財布入ったままですけどね。長財布を本当に使わなくなりました、ね、うん、そうですね。もう今というかコロナ前の段階で18年とか19年の段階で、それこそABC のね、うんうんうん、今田さんが、うん、長くやってらっしゃった、うんうん、今ちゃんの実話っていう番組で、はいはい、街行く人に、なんか今売ってみたいもんないですか、売りに出したいもんないですか、うんうんうん、みたいなんで、例えば、この時計やったら査定したら何もなりますか、うんうん、っていうロケさせていただいてて、でその買い取りの、プロの方、査定ができる方に来ていただいてて、その段階でもう長財布が、うん、めちゃくちゃ価値下がってるって言ってた。その時点で。はい。まあ、売りね、普通に定価で、皿で売ってる値段は、まあ、もちろんね、うん、そのブランドの、の値段ありますけど、今までもう、買い取りでももうちょっと値段ついてたけど、もう値段が、ほとんど使わないです。ニーズがもうなくなってんねん。はい。もうだから、この折りたたみのとか、ちっちゃいサイズが今主流になってきてるっていうのも、なるほど。3、4年前の段階で言ってましたね。4、5年前ですかね。そうですね、うん。でもなんか財布お札おらんでいいからいいなっていうのがあるんですよね、うん。なんかやっぱちょっとだけ抵抗はあるけどな、ね。お金払う時にやっぱり僕も今三つ折りのちっちゃい財布が結構メインになってるんですけど、うん、やっぱお金払う時にね、ピャンピャンってこの三つにお札折れてるのちょっと嫌やなとは思いますけど。僕はだからまだ長財布まだ綺麗なんで置いてるみたいな、お金とか入れて置いて家に置いてるみたいな感じですけど、普段は何を使ってる？普段は半分のマネークリップ型、はいはい、財布ですね。現金を使うことはかさばるんですよね、カバンに入れると、うん、確かに。で落とす心配もなくなりますしね、うん、キャッシュレスだと、うん、携帯だけしっかり支出してれば、ね、カバンに入れてたらカバンのこともやっぱちょっと心配なの、置いたままやったら大丈夫かなとか ね、 なんか財布入れてるからとか思ったりね、すごい時代。もうだからお金をもうほぼ全く使わなくなる時代は、まあでも来るでしょうね、うん、でもこのまま行くと変わりますよ、うん、携帯も電話番号なくなるって言いますもんね、 ID の、ID だけになる。だから LINE でいけるじゃないですか、もう。まあまあ確かにね、は登録の時のみで。そうかそうか、あ、僕でも財布このいい日に下ろしたらいいって言われて、でも早めに欲しくて買って、それまでの寝かせる、うん、はいはいはい、ほんまになんかちょっと布団作って、その布団作ってっていうかタオルで、うん、はいはい、あの敷布団と掛け布団と ちっちゃい枕、ハンドタオルで枕してあげて寝かしてあげてましたよ。え、かわいい。え、そんなほんまに寝かすの？いや、でも言葉通りそういう寝かすんですか？ほんまにそうらしいです。あ、そうなんだ。それが可愛がるというか、まずは、うん、誰が喜んでんの、それは。財布何それ気持ちよさそうに寝てた
出たよ。はい。で床ずれ起きんようにたまにたまに反対にしたり、もう一回引き直したりね。裏返して。でもその財布の時でも良かったですよ。いいことあったよ。はい。まあまあ、うん、でもまあまあそういうことをすることによって大事に思うっていうのが大事なことなんでしょうね。うんうんはい、確かに。財布の。マリアちゃんはそういうブランドがどうとかっていうのはもう全く興味ないの？ない。そうですね。そこまでないかもしれない。ああ。まあ、ないやろな。ないですよ。代わりに答えるけど。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっとありますよとか言うかな。でも、確かにね、本当にイメージないかも。うん。確かに。夢中なもの。考えたことないですね。仕事と野球と。確かにね、もう信じられへんぐらい高いっすよね、ブランドもって、うん。ほんまにこのちっちゃいペットボトル1本ぐらいしか入れへん、ちっちゃいカバンあるじゃないですか、女の子何入れてるかよくわからん。あれってどうやって入ってるんですかね。あれどうやって入ってる？どうやってあれどうやっていろいろ入れてるんですかね。いや、いろいろはどうやろ、入れてへんのじゃん。だって財布も持ってないのかな。あれカバンというよりもアクセサリー。あとはもうリップとちょっとしたちっちゃい鏡とぐらいしか入れてないんじゃん、わからんけど。だって私の友達も最近ポッケしかなかったですよ、持ってきたもの。え？もうカバン持ってきてなかったです、この前、遊んだ時。カバンちっちゃい子だったのにカバンがもうなくなっちゃってました。なくてもほんまはいいんや。だからちっちゃいカバンでもいける。多いからわかんないですけど荷物。マリアちゃんだって、マリアちゃんのカバンだってあれやん、鬼滅の刃。鬼滅の刃柱の。そうです、よく入るんですよあれ。僕ね、駅で何回か遠目で見たことあるんですよ。多分割と生活圏が似てんのか、仕事に行く場所が似てたのか分かんないですけど、ほんまに駅で、まあ主要な駅やから、まあみんなが使うような駅やから、まあもちろんやろうけど、鬼滅のカバンで分かんない。ね、全柱の。分かんないですよ、マリアじゃないかもしれないです。いやいやいや、横顔見た時に、あれマリアちゃんっぽいなと思って、全然気づいてない。その顔からずっとその視線を下ろしていった時に、あ、鬼滅、あ、マリアちゃん。鬼滅が決めて。鬼滅が決めて。確証とかあった、ね。ああ、面白い。そう、いっぱい入るから、荷物多いから。いっぱい入る。レッスンだとシューズとかも入れないといけないから、すごいぴったりなんですよ。鬼滅のカバンがな。鬼滅のカバン。話題にもなるし。初めてね。なんかほんまに見る人が見たら、なんか塾行くんかなって。塾行く子なんか。結構ごしょごしょされます、なんか。あれ、鬼滅じゃない。ああマリアちゃんじゃないじゃなくて鬼滅じゃないですね。はい、はい、アインシュタイン配信ナイト、今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしています、アインシュタイン配信ナイト。それでは、リスナーの皆さんからの配信のお悩みメールを紹介していきたいと思います。じゃあマリアちゃんお願いします。はい、配信ネームあやみさんからです。はい、アインシュタイン、マリアさん、ゴロウさん、こんにちは。こんにちは。配信ラジオ拝聴、アインシュタインプレハブチャンネルいつも見てます。あら、ありがとうございます。中でもルームツアー動画が大好きです。あら、私は心地よく暮らすことに興味があり、暮らしやすい生活をサポートする仕事を始めました。すげー。アインシュタインお二人のお部屋の悩みや、もっとここをこうしたいなーなどあれば伺いたいです。え、すごーい。悩みを聞いてくれるってことか。すげー、いいなー。いやいや、でもこの方あれなんでしょ、電話いける。できるんですか。はい、番号書いてある。え、営業中。営業中。営業中。店の電話ではないよ。じゃあちょっと電話してみましょう。つなぎましょう。はい。何ですかね、雑貨屋さんとかですかね。インテリアコーディネーター。あ、インテリア。はい。あ、もしもし。はい。あ、あやみさんですか。あ、そうです。あ、どうも。アインシュタインの配信ナイトでございます。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。こちらこそ。ありがとうございます。我々が悩みを解決しようというラジオなんですけど、今回悩みを解決していただけるということで。すいません。すいません。いや、こちらも、たまにはこちらも解決してもらわないと。いやいや、それ勝手に解決するみたいなこっちやからな、それ。ちなみにお仕事の、はい。内容でお聞きしてもいいですか？はい、あ、はい。片付け
が大好きすぎて、それを仕事にしようかなと思って、今ちょっと起業の準備をしてます。え、個人で？はい。すごい。すげえ。え、来てほしい。え、散らかってるん？めっちゃめっちゃ、もう人が入れないです。うぜやん。ほんとほんと。そんな明るい飛んで、そんな明るい飛んで言うてたらあかんねん。そんなんなんだ。ほんと、物が多い。あ、ほんと、収納とか、そういうことを、こうやってくれはるって、アドバイスしてくれはるってこと。収納とか、断捨離的なこともですか？あゆみさん、ちなみに、今、前職というか、はい。は、何をしてらっしゃったんですか？あ、前職というか、今、旅行会社に勤めながら、旅行会社？企業の準備をしてる。なるほど。その、旅行会社のお仕事的には、内容的には、どういうあれなんですか？旅行会社の日程表を作ったり、はい、あ、ま、お客さんの対応もするんですけど、あと、なんだろう、なんか、うん、事務的なような、そういうことを追ってたりとか、もうじゃあもう、データの確認、全く違うじゃないですか。あ、そうなんです。全く別の業種から起業されて、はい。はい、それ、業種的にはどういう職業になるんですか？何なんでしょうか。片付けに来てくれるってことですか？あ、私があくまで片付けをするのではなくて、片付けしていただくのはご本人。はい。はい。がしないと、リバウンドだったりっていうことになってしまうので。そうか、結局、プロの人が片付けても、わあ、綺麗、ありがとうございます。で、1ヶ月後来てみたらまた戻っとるかなっていう。そうです、そうです。はい。ちょっと絶対にリバウンドをさせないような仕組みっていうのがあるので。すごい。させないような仕組みがある？知りたい。はい、めっちゃ聞きたい。それってちなみにですけど、そのアドバイスするにあたって資格みたいなんてあったりするんですか？はい、あ、はい。一応勉強しつつ、あとはもう独学で好きすぎるので常に本を読んでます。資格あるんだ。なんていう資格なんですか、それって。有名なところで行くと、整理収納アドバイザー。へぇ、整理収納アドバイザー。で、実はなんですけど、はい、私、アインシュタインさん二人とも大好きで、ありがとうございます。コメントで、はい、お二人の、なんか悩み、はい、っていうのも、ないかなっていうのをコメントを一度送っていて、あ、そうですか。はい。ルームツバーをさらにバージョンアップした企画見たいですなんていうコメントも送っていて。うわ、ルームツアーで見られた、あ、見てます。二人とも見ました、お部屋。中で、その、まあ、がっつり、そのね、ここにこれ収納してますみたいなことは知ってなかったと思うんですけど、うん、あ、はい。あやみさんがこう、ざっと見られて、あ、こここうしたらええのになって思われた点はありました？あります。教えてほしい。あと、すごい良かったというところもあったので。ああ、ちょっと、それを言っていただいていいですか？あ、今、これって何時まで平気なんですか？時間大丈夫ですか？どうぞどうぞ。大丈夫です、大丈夫です。はい。3時間ぐらい。そんな聞けば。めっちゃめっちゃ。30分のラジオやね。実尺27、8分。そっかそっか。本当です。だから、まず2人の共通点ですごい良かったところが、はい。まず玄関がピカピカすぎて。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さすが。すごい綺麗でした。はい。ちゃんと拭いてます。はい。すごい、どのくらいの頻度で掃除されてるんですか？僕、めっちゃ綺麗ですね。はい。僕は、しっかり洗剤で雑巾で拭くのは1週間に1回ぐらいですけど、クイックルワイパーみたいなのは、割と2日3日に1回ぐらいは。あ、そうなんですね。はい。僕は、半年に1回ぐらいです。少ね。本当ですか？はい。さささって入って、そんな、まあ、汚さないんで。めっちゃ綺麗ですよね。ありがとうございます。はい。いい運気が入ってくる入り口なので、なるほど、素敵だなって思いました。おー、なるほど、ありがとうございます。玄関をね、でも確かに言いますもんね、玄関水回りは、はい、直した方がいいと思う。直した方がどうでしょう、あかんところは。はい、あかんところはちょっと具体的すぎるかもしれないんですけど。全然大丈夫です、言ってください。まず稲ちゃんは、はい、ちょっとなんかトイレマットが綺麗なのかなってちょっと気になりました。トイレマットが？トイレマットが綺麗なのかな？トイレマット綺麗にしてるのかなっていうのがちょっと気になりました。結構、掃除、洗濯します。あ、そうなんですね。はい。トイレマットってトイレの便座のとこですね。あ、そうです。便座のとこです。はいはい。うん。一式洗わせてもらってます。あ、そうなんですね。はい。あ、じゃあ大丈夫です。でも一瞬汚く見えたってことだよね。あ、そうですか。なんか洗うの大変じゃないですか、トイレマットって。はいはいはい。そういう人はどうしたらいいんですか？私は置いてないです、トイレには。
え、マットそもそも。ああ、あの足の踏み場の方ね。ああ、はいはいはい。はい。なるほど。確かにあれ、はい、そっか、なくてもいいんか。うん。はい。なんかスリッパはあった方がいいですんですけど。なるほどなるほど。うんうん。トイレ用のね。うん、スリッパのね。うん。確かになんかその洗うときにマットとかあの全部取ったとき、あのときが一番なんかすがすがしい感じするんですよ。ああ。で、あの本はすごい素敵だなと思いました。あれね、なんかはい、番組でトイレに本を置きなさいって、トイレで本を読むようにしなさいって。うん、すごいなんか楽しそうな空間じゃないですか。はいはい。ああ、ありがとうございます。でもなんか違う番組で濱家さんがトイレに本を置くのは良くないって言われてた。あ、そういう考えもあるみたいですね。はい。どっちもあるんですよね。うん。なるほど。あとはどうですか？あとは、あ、ゆずるさんいいですか？はい、うん、私どうぞ。なんか靴がめっちゃ多いなと思いました。多い。はい、でも玄関には出してないです。あ、そうですよね。なんかその開けた時の映像があったじゃないですか。はい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 、はい。あれでなんかめっちゃ全部履いてるのかなって気になっちゃいました。なるほど。あー、なるほどね。履いてます。なんで、なんで負けたくないね。いや、でも確かにね、履いてないやつは、何足かはありますね。ただでもね、その、変な話、その、綺麗に履くから、捨てるタイミングがね、ないんですよ。なんか履き潰して、ね、あ、もうさすがに、これみっともないなっていう靴は捨てるんですけど、はい、ただでも、服じゃないから、後輩の子になんか履いた靴あげんのもなっていうのもあって、なかなかね、靴が捨てれないんですよね。おしゃれな人はまた靴の数が増えるんですよね。さすがだ。なるほど。だから、ああいうのを、断捨離をうまいことをすることによって、もう少しスッキリ見える。そうですね、うん。運気も絶対上がると思います。なるほど。そうか。やっぱ出さない方がいいですけど、玄関に。玄関に出さん方出さない方がいいです。運気が。はい。なんで河合さんが先に答えんねん。その自分、あの、その住んでる人数以上の靴を出さない方がいい。うわ、一個やん。あ、そうです、そうです。って言いますよね。永久に。でも、だから、帰ってきて、まあ、今日履いた靴とかですね、うんうん。で、違うやつが履きたいならそれをしまって、新たに履いていくと。そうですね。一番いいのが拭いてしまうのが。なるほどね。また綺麗になった状態で素敵な場所に連れてってくれるって言われてる。なるほど。はい。フレーズがいいですね。確かにね。そうなんですよ。あとは、フレーズが好きで。さっき、あの、おっしゃってたね、そのリバウンドしない。はい。部屋にする、はい。このみんなに当てはまるようなことで言うと、はい、どういうのがあるんですか、コツで言うと。まず片付けする場所、はい、順番がまず大事で。あるんですか。そうなん、大事で、あります、あります。何ですか。なんかそのリビングがごちゃごちゃするなとか、キッチンがごちゃごちゃするな、片付けたいと思ってそこから片付けるとリバウンドします。どういう意味。一番しなきゃいけない場所はバックゾーンなんですよ。クローゼットだったり、パントリーだったり。から、見えない部分です。収納。あ、そうです、そうです。収納です。シューズボックス。へぇー。そうですね。やっぱりか。どういうこと。ここからやらないと、なるほど。これも理由があって、はい。仮になんかそのリビング片付いたとしても、うん、そういうバックゾーンから溢れたものが結局はリビングに流れてきてしまうので。素晴らしい。また出てくんねや。はい。そうか。で、結局出てきたものを、とりあえずで片付けなあかんから、そうです、そうです。そのバックゾーンにまた掘り込んで、そうです、そうです。確かにほんまにそうや。ちょっと、僕部屋片付けても、あの、だから、詰め込んで隠してるだけやねんなっていう気持ちがちょっとあったりする。移動させてるだけみたいな。めちゃめちゃ。ほんで、どん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 奥に物が押し込まれていって、何が入ってるかわからないようになって、そうです、ね。ほんで、いるものを探した時に全部またギャー出して、なるほど。で、散らかって。はい。そっか。いや、確かに今ね、もう僕、服、クローゼットも、今もうめちゃくちゃなんですよ。そう思いました。なんでやろ、見てる。着てる数がわかんねえよ、この、バックゾーンを。これはでも、勉強なったわ。根本的にってことっすよね。そうです。ダンスとかね。確かにほんまにそうやな。やろう、マジでこれ。ほんまや。うん。あ、本当ですか。はい。マネちゃんの部屋も片付けなあかんからね。そうですね。いや、ぜひ私もお願いしたいです。ぜひぜひ。ありがたいです。ね、すいません、本当に。ありがとうございます。はい、すいません、お忙しいところ、はい。ありがとうございました。はい、参考になりました。はい、お願いします。ありがとうございます。失礼します。
やっぱりね、パンクゾーンか。なんかもう気に、ずっと気になってたんですよね。あっこなんとかせんことにはねなぁとは、うっすら思ってたけど、言われてやっぱ、うん、あやっぱりそうかって。ほんまやなぁ。言われな、わからんねんな、やっぱり。ほんまね。表面だけ綺麗にしてもね、うん、あかんねや。そうだな。いや、参考になりましたね。はい。本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、じゃあ続いていきましょう。はい。配信ネーム、ブンさんからです。はい。アインシュタインのお二人、トコアカさん、マリアちゃん、こんばんは。こんばんは。私はどうしても荷物が多くなりがちです。さっきの人に聞いてもたの、ええちゃん。あやみさんにね。心配性なのもあり、絶対使わないようなものでも、一応あれも入れておこうと思うと、荷物が増えすぎて、それなのに大切なものを忘れてしまうということが起きがちです。うん、入れてね。どうしても荷物が減らせず、旅行に小さいバッグ一つで行き、困れば現地で調達するというような方が到底信じられません。わかる。皆さんは荷物が多くなりがちですか？それとも少なくまとめられますか？少なくまとめられる方はコツなどありますでしょうか？よかったらアドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。めっちゃわかります。これどっちですか、皆さん？多い。多い。僕も多いと思います。うん、めっちゃ少ないです。うわー、羨ましい。なんかもういっぱい手が塞がるのが嫌やから、とにかくもう少なく少なく。ちなみに今日男若さんは、カバンはどのカバン持ってらっしゃるんですか？この黒いこのこういうなんていうのリュックタイプの。ああ、はい、中はちなみに何が入ってるんですか？中は折りたたみの傘、ほんまは持って行きたくなかったんやけど、はい、入れていき言われたから入れていった、はい、とあとシステム手帳、はい、うん、まあ、これは仕事で絶対使うやつですもん、メガネ、はい以上。うわー、え、ウェットティッシュとか。そんなない、そんなないっす。え、充電器とかは持ってない。ああ、コードは入ってる。コードは。いや、だってモバイルバッテリー3つ持ってますもん、私いつも。3つ？なんで？え、遭難した時用に。おい、どこ行くつもりやねん。東京に住んでねえやろ。そうです。大丈夫やって、怖い怖い。コードも ABC。ああ、でもまあまあ気持ちは、でも、もう、なんでやねんとは言うたけど、わかりますね、僕は。そう、心配になっちゃう。極力だ、ほんま、だ前もこの番組でね、はい、あの、鍵だけ持ち歩いててまして、はいはいはい、キーホルダーですら、はい、なんかこう、余分な気がするから、はい、でみんなに、それ危ないで、危ないで言われたから、はい、リングだけつけるようにしました。鍵ですか？リングは何かをつけるの？ねえ、でもちょっと。いやいや、それ、マンション契約した時に最初に不動産屋さんにもらう状態ですよ。でも、ほんまこれもね、僕気に食わん。ほんまそのちっちゃいリングも嫌なんですか？引っかかる感じがして。でも、どこにも繋がってないからリングあってもなくてもじゃないですか？そうそうそう。何かと繋げるためのリング。あ、そうかそうか。まあね、そっか、すごいな。すごくない方が気持ちいいねんけど。めっちゃ羨ましいです。本当に。なかなか使うのに、シミ取りとかさ。私も裁縫セットとか安全ピンとか。絆創膏とか、ね。入れちゃいます。あ、何かの。育毛剤とかな。じゃあお前ら。トニックとか。あ、育毛トニックなんか出先で使うなよ。いや、なんかあったらさ。家の朝晩でなんかあったらって。その、即席でなんともならんって、別に。皆さん出張とかロケとかもあるから、いやいや泊まりのロケとかあったら結構荷物増えてまうんちゃうの？結構どころかもう僕やばいっすね。もうパンパンですね。パンツ、靴下も予備に入れとかんないやし。めっちゃわかります。ああ。持ってるよね。で、シャンプー、リンスももう絶対に家で使ってるやつを小瓶に移し替えたやつ。小瓶に移し替えて。はい。移し替えて、洗顔とか、あと化粧品とかももう止まるようなやつを持って。へぇー。うわぁ。で、僕、家でもそうなんですけど、音楽かラジオ絶対聴いときたいので、ブルートゥースのスピーカー、ちっちゃい。それも、泊まりの時は絶対に入れてます。カバンに。とかスーツケースで、コロコロに、キャリーケースに。いや、これはでももう無理やな。勝負やから、もう。で、パジャマも私絶対欲しい人だから、絶対持ってちゃう。なるほどね。そうか。何を減らしてでも持ってっちゃう。で、僕だから荷物を増やさないために大きいリュックをやめました。ちょっと。もうこれで入る分、入る分だけにしようって。そうです、そうです。頭いいな、それ。確かに、それが一番いいかもわかんないですね。うん。ちっちゃい量の。そしたらここに収めなきゃってなります。あともう年齢的にも、大きいバッグ、荷物いっぱいでっていうのが、ちょっともう、やめようって。ちょっとスマートに。できるだけ。
信じられんぐらいリュックパンパンやわ。私も、鬼滅パンパン。鬼滅パンパン。いや、もう、ブンさん、だから、ね、お悩み解決するっていうラジオですいません。諦めてください。すいません。すいません。我々もでした。さあエンディングでございます。最後お知らせ。はい、3月16日からモーニング娘。24コンサートツアー春もっとモーニング娘が始まります。はい、詳しくはハロプロのホームページをチェックしてください。はい、番組では皆さんからの配信のお悩みメールを募集しています。メールを読まれた方には配信ステッカーをプレゼント。電話出演が可能な方はぜひ電話希望と書いて応募してください。はい、私たち配信メンバーがズバッと解決します。アインシュタイン配信ナイト、お悩み相談は番組メール配信アットマーク abc1008.com haishun@abc1008.com 公式ホームページからも送れます。公式 X、 旧ツイッターはアットマーク配信1008アットマークローマ字で配信1008です。公式インスタグラムもやっています。フォロー&チェックよろしくお願いします。ということでございまして、本日はここまででございます。アインシュタイン配信ナイト、また来週。この番組は日本写真映像専門学校阪神タイガースの提供でお送りしました。